関ヶ原の決戦は西軍が勝利し、徳川家康は江戸へ敗走をした。だが戦後、島津義弘は独断で西軍の戦列を離脱、大阪へと兵を向ける。天下を手にすべく大阪の秀頼を擁し、三成と家康をもろともに討たんとしたのである。さらに三成との対立がため東軍方にあった福島正則ら豊臣恩顧武将も島津に組みす。野望をあらわにした義弘を討つべく立花銀千代は三成と共にこれを追撃した。島津、己が信ずる道を行くか。ならば。第5話、島津追撃戦。信ずべき道を。義弘、秀頼気味の大鷲大阪へ行かせてはならぬ。砲を放て、敵を近づけるな。大筒か、天王山に近づける。崖は登れないようです。道に沿って迂回して登るしかないようですね。天下をかけた大博打。バクチは三成だけではない。金地、お主、関ヶ原の状況は兄者にも伝わる。いざ尋常に勝負。味方の被害が広がる前に砲撃を止めるのだ。陣に入れるな。押し返せ。まずは勝利を奪い、東軍残党の退路を断つ。敵将立花が討ち取った。ご苦労島津。ついに牙を剥いたが、東軍残党と結び秀頼君を擁し天下を狙おうとはな。義弘、すがすがしいな。あくまで己の生き様を通すか、貴様の野望。立花が最高の敬意を持って打ち砕こう。押して参る。義弘、私はもちろん三成や左近が倒れ、三成の将軍左近の成人が落ちても負けを認める。厳しい方なのかもしれない。敵将立花が討ち取った。見事だ。
参る。我が首、いい音取ってみよ。ブバタラキ、ご苦労。敵将、立花が討ち取った。やってくれますね。再び天下を混乱させる気か。面白い。手伝ってやろう。よきし、壊すのが楽しいんだ。あいにく、こちらに貴様を喜ばせる気はない。よしとみさんの評価が高いね。死は死を知るのだ。俺もあんたのことを評価してる。敵将、立花が討ち取った。我らも続くぞ。風を切ったとて無益なことよ。敵将、立花が討ち取った。あっぱれ、褒めて使わす。銀ち、戦いを通じ義弘と分かり合えたのであったか。そうだからこそ今戦を交えている。本陣の敵が至急救援を。これ式は立花なれば当然だ。
もう兄じゃ。島津軍突撃しよう。用意がいい。運だけで博打に勝つ気はないらしい。それでこそ立花の相手、力でねじ伏せてやろう。騒ぐよ。ねえ、面白いから君のこと聞いていい？これ式は立花なれば当然だ。僕の手で綺麗にしなかい。その調子だ。僕が汚れて死ぬなんて。
橘が討ち取った。やるではない。こちらが合意を鎮税一か決着をつけようぞ。つまらぬ。あれは秀吉が勝手に言ったことが、貴様とは決着をつけたいと思っていた。俺にも計算外のことがあるのか。これ式は橘なれば当然だ。
満足よ。敵将橘が討ち取った。これで決着。甘い。誇りなく生よりむしろ死を。満足。わしの負けだ。我が命奪うがよい。当然だ。しかしこれはわし一人の博打。島津は関係ない。兵や国の者の命を助けてくれ。その代わり島津はお主らに従おう。ほうけたか義弘。敗者は全てを奪われる。兵も国も民も滅ぼし尽くされる。それが世の常だ。貴様！だが橘は違う。島津は任せよ。お前は橘の敵にふさわしい男だ。